構終わって、今うんち掃除してる人、今日も稽古でしたよ。なんか台本が一気にですね変わって、結構ガラッと変わって、もうやばいですね、やばい、マジやばいもう覚えることが増えてやばいですね。ちょっと大丈夫かな、本当なんか無事本番を迎えられてるかってすごい心配になるんですけど本当にもう早く頭に入れないといけないなっていう感じです。マジでやばいよ、やばいよ状態が。ページくらいある、言っていいのかな、これ80ページぐらいあります。あ、でかいってそんなもんか、80ページくらい。やばいね、もう今週の日曜日休んだら、今週の日曜日稽古オフなんだけど、休みないね、休みなく、あとはずっと稽古があります。よいしょ、噛みますよこの人噛むよね、お兄さんはね。てかさ、暑くない今日、暑い。ちょっとごめん、ここにさ、あ、リラの家が、あ、リラの家が汚いのがバレる。間違えた、ちょっと数分そのままでいてちょっとさ、数分だけ自分にて、砂を、うんち砂だけ。Oh my god.暑いんだけど、よいしょ、ごめん、ようね、ごめんさ。冷房入れてんの？やばくない？それは。
ゃなんか、なんかブーって言ったよね。うんちズームを入れます。よいしょ。はい、ダメよ出たら。ダメ、出ないで、お願い出ないで。はい、はい、お兄さん、お兄さん、はい、はい、うんちしていいよ、いっぱい。待って、めっちゃ暑いんだけど。よいしょ。本当は覚えないといけないことがいっぱいで、臭い臭い、なんか臭いっていう臭さじゃない。臭いっていう臭さじゃないね、なんか。なんか動物の匂いがする感じはありますけど、でもやっぱ掃除が大変ですね。アクトポップは3種類だけ。あ、そう、アクトポップは3種類だけです。そうだから本当に日曜日休んだらもう休みがないから、もうね、日曜日はどうしようかなっていう、何しようかなっていう感じですけど、まあ、きっと私のことなので家でぐうたらはせず、どっか出かけてると思うんですけど、やっぱ楽しみにしてくれてる方がいっぱいいるので頑張らないとなと思ってます。いや、私ね、結構ねアウトドアなんですよ。あんま多分ね、結構土日とか休みの日出かけてること多いよね、リラ。ちゃんと出かけてる気がする。私でもなんかシンプルになんかメイク道具を買いに行きたくて、今メイク道具を買いに行きたい。メイク道具が全然ない。思ってます。
まあ舞台終わったらでいいけど、なんかほんと買い物行きたい、服とか買いに行きたいね。いろいろと買いに行きたいものがいっぱいあります。ドンキ行きたいマジで。そうだね、ハリポタ舞台終わってからみんなに見合うな。これどうやって止めるんだっけ。こうか。これをさ止めなきゃいけないんだけどさ、やり方が分からん。こうか。こうか。よし、できた。いっぱいお食べ。疲れた。よいしょ。全然手慣れてない。うん。大変ですよ。凶暴くんだし。凶暴っていうか暴れん坊だから大変だね。何食べようかな今日。なんかもはやなんかもう家族みたいになってきたよね。なんか海がいてくれるとすごくなんか寂しくない。
いいなぁ、ペット飼いたいなぁ。夜ご飯はなんか夕方に稽古場でエルチキとカップラーメン食べたんだけど、欲しい、かわいいもんだって。なんかやっぱ寂しくない。なんか私結構さ、一人の時間ないとさ結構嫌だけどさ、でも寂しがり屋ではあるから、なんかこういう相棒みたいな存在がいてくれると非常に嬉しい。トロスはやばそう。でもさ、それだけさ幸せをくれるってことでしょ、ペットが。一緒にいて楽しい時期もあれば別れもある的な感じで、どのくらい預かるの？あと1ヶ月くらいかな。まあまあ長く預かるよ。よいしょ。食べない、いっぱい。お腹空いてるんでしょ。よいしょ。よいしょ。もうでも最近はなんか、もう稽古終わったらめっちゃ達成感ですごいいっぱい、うー終わったーって。毎日なってます。ウニ君夜行性なの？どうだろう、日による、日によるかな。
美味しそうにパクパク食べてます。ねえ、美味しいね。手洗ってくる。ウニくんはね、もうポロ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 落とすんですよ、この人。だからね、あなたね、あれだよね、ポロ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 落としすぎて大変だよ、私は。シュッシュッ。よいしょ。という感じですね。もう最近は毎日すっぴんでいってます毎日すっぴん。お腹空いた。何食べようかな今日。とりあえずチンスコを食べます。うん、うん、見えて、お腹空いてないんだよな、そこまで。たまに食べたくなる。いや、毎日でもいい。毎日は嘘だけど、結構な頻度で食べたくなる。チンスコ大好き。うん、昔と味変わってね。変わってるかな。そういえば肉はどうでした。めっちゃ美味しかった。いっぱい食べた。いっぱい食べましたよ。なんか毎日食べたいわ、焼肉。ほんと毎日でもいい。
いやだから私基本的に焼肉行ってもタンとハラミしか食べないから、毎日はきついか。けどでも毎日肉は食べてもいいくらい好き。まあ、肉毎日食べたら臭くなるの。でも毎日ネギね、一回さ1ヶ月ネギ生活してみたい。そんなことできないけどさ。1ヶ月ネギ生活したいな。え、飽きるかな。飽きない気するんだけどな。どうなんだろう。最近17期でネギ生えてる。そうなんだ、すごいね。飽きるかな。一回やってみたいな。家のすぐ近くにネギシがあるとかならいけるけど、三色ネギシじゃないよ。一日に一ネギシ。一日一ネギシしてみたい。ね、ネギシ高くなったよね。わかる。ネギシ高くなったよな。50円高くなった。リラが食べてるやつはいつも。ポイント欲しいために同じもの食べてる。飽きた。でもね、リラ飽きないんだよね。本当にネギシだけ飽きないの。本当にネギシだけ飽きない。なんかさ、物価は高くなる一方だけどさ、本当給料はそのまんまだよね。でいやね、本当にいるよ。多分寝ます、この人今から。分かんないけど。
お腹いっぱいになって、時給って上がってんの？ミッド祭り5800円だったのに、ハルコン9800円だぞ。でもなんかライブは5800円ってなんか赤字な気がする。わかんないけど、赤字か、まあちょっと利益あるぐらいじゃない。しかもホールコンサートとアリーナでコンサートするのは違うでしょ。すごい人の笑い声聞こえた。窓開けてるから。でもさ、今日コンビニで何か買って帰ろうと思ったんだけどさ、コンビニで食べたいものがなくて、なんか帰ってきちゃった。後で多分お腹すくと思うからコンビニ行くと思うんだけど、なんかチャーハンとか食べたいね。なんか中華料理屋のチャーハンとか食べたい。中華料理屋のエビマヨとか、中華料理屋の酢豚とか食べたい。でもね、この辺にね焼き鳥屋があるんだけど、でもな、肉食べたから焼き鳥じゃないな。チャーハンおにぎり好き。チャーハンおにぎり美味しいよね。リラね、コンビニで好きな弁当は、弁当じゃない、おにぎりはローソンとセブンに売ってると思うんだけど、あのあれが好き。わかめおにぎりが好きです。バーミヤン、バーミヤンリラ全然行ったことない。ないわ、ない、なかった。でもバーミヤンのなんだっけ、レタスチャーハンだっけ、めっちゃ美味しいんでしょ。あ、日高屋も美味しいよね。日高屋この辺ないかな。わ、日高屋はあるわ、近くに。うわ、日高屋行こうかな。今月誕生日なので誕生日クーポン使いまくってる。いいじゃん、酒飲めるじゃん。お酒飲まないな。お酒
酒飲まないね。ご飯さんとか行っても居酒屋って持ち帰りできたっけ。かっぱ橋って何。ちょっと日高屋でラーメンと中華そば食べたいかも。七瀬最近飲みすぎじゃない？7センチってやつ YouTube。 中華そばとチャーハン食べたい。いやいや、ラーメンと中華そばって言った？中華そばとチャーハンだ。ユーカリーの YouTube は見てるよ。なんか遊園地に行こうとしたら男の人がついてきたみたいなやつあげてたよね今日。ちゃんってマジで食べるけど全然太んないよね。もう体質なんだろうけどさ、すごい羨ましい体質だなと思っていつも見てます。超羨ましいや。あれだけ食べても太んないんだよ。羨ましくない？ウニが出たそうな顔してるので出してあげようかな。ランディは YouTuber やりたいなって思ってるんですけど、ちょっといろいろもろもろ落ち着いてからじゃないとちょっとできないので、いろいろもろもろ落ち着いたら。ねえ、もう最悪。餌全部落としましたこの人。なんか出すんだったらうんちしてから出したいんだよね。うんちしたら出してあげようかな。飼い主に似る。私じゃないけどね、飼い主。だったらおとなしくなるんじゃない？おとなしくなるか。でもね、昨日遊んであげられなかったからね、ウニ。今日は遊んであげたい。でもこの預かりを機にめっちゃフェレットについて調べた。うんちしてるの？あ、うんちしてなかった。モカってフェレット飼ってんの？うんちしたら出してあげてもいいよ。遊ぶおもちゃはなんか人形みたいなあるけど、なんかもう噛みちぎってなんかもう跡形も なくなってきてる。あ、うんちしてるね今。あ、うんちしました。うんちしたけどなんか
ゲリピーみたいなうんちしてる。いいうんちじゃない。ないな、出してあげるよお兄さん。にゲリ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 してるね、うんち見て。遊んであげなかったからリラが昨日ゲリゲリうんちしてるの。わあでかいのよこの人。フェレットってこんなでかいっけってぐらいでかい。こやつこやつでかいな。ウニです、ウニでーす。シュッシュッシュッシュ、うーんかわいいねー。でかくない？でかいね、ウニでかいねー。気持ちいいの？どこが気持ちいいんだろう。なんか気持ちよさそうな顔してる。気持ちいいのに。いいよ遊んでおいで。遊びに行きました。どこ行くのお兄さん。置いたって何？タラも元気なんじゃない？すごいなんかね、懐いてるんだよね。すごいフェレットって懐かないって、あんまりなんか長い期間じゃないと懐かないって聞いたんですけど、なんかね超寄ってくる。あ、寄ってこない時もあるけどね。でもなんか結構寄ってきますね最近は。慣れると猫より懐くらしいよ。そうなんだ。ウニそれダメ。おいそれダメ。ああダメ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 、これダメ。
遊びたいんでしょう、お兄さん。ねえ、おやつ欲しいんでしょう、ね、おやつが欲しいんやな君は。よいしょ。そう、イタチカらしいよフェレットは。おいでウニ。ウニ。なんか違うらしい。ねえ、すごい懐いてくれてるよねお兄さんね。みょーん。首持ったら懐くのかな。にゃにゃにゃ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。ウニー。ほんとかわいいね。ここが好きなの？ここ好きなの？ここ好き？ここ好き？ここ好きなん？でも暴れないね。ね。暴れると思ったけどフェレットって。この子だけかな。暴れないでちゅね、あんまり。かわいい、もうギューって抱きしめたい。さすがに肩には乗っけられない。落ちるよ、この子。ね、落ちるね。でもリラマジ動物アレルギーだけどフェレットは大丈夫だった。もう猫とか犬とか触ったらもう大変なことだけど。食べたい人、これ好きでしょね、これ好きでしょ。食べる食べる食べますか兄さん。ウニ、なんかねフェレットって自分の毛でなんか自分の毛なんか勝手に抜けるらしいんですけど、フェレットって毛がなんか自分の毛を飲み込んでなんかそれで病気になっちゃったりとかするみたいなんで、なんかこういうのをあげるとなんかいいって言ってた。なんか
これは、あーはい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 、はい、ごめんね、なんか毛玉を勝手に便と一緒に流してくれるらしい、こういうのあげると。はい、あのさ、あのさ、君さポタ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 落としてんだけど、ね、はい、はい、遊んでおいで。ないよ、もう勘弁して。ない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 、ないですよ、兄さん。まだ食べたいらしい。いってらっしゃい、遊びの旅に。何？ヒラと遊びたいの？おいおいおい、甘噛みするな、親指噛むな。親指噛むの、この子めっちゃ痛い。甘噛みだけど、甘噛みじゃない時もあって、そう、甘噛みならいいんだけどね、全然。たまにガチで噛んでくるから痛いね。あの、遊んでるとガチで噛んでくる。おもちゃだと思って。何歳なんだろう、わかんない。すっごいクン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 してる。するから、うちの掃除機壊さないでように。よかった、壊れてなかった。掃除機が泣いてるよ、もう。掃除機落としました、この人。フェレットって野生動物？野生児？
手が震えてた。お腹空いたな。これ食べようかな。スコーン。スコーン食べたいから手洗ってくる。ウニ。ウニオ、飼い主は今からスコーン食べるからウニのこと触れない。ごめんね。ニャーニー、あ、ここ来た。ねえねえ、親指噛まないで。ねえ、遊びたいんでしょ。わかったわかった。ねえ、噛むなって言ってんの。もう。ウニ。ウニ。箸使えばよかった。もう触っちゃった。アメトークやってる。え、今日火曜、え、今日木曜日？びっくりなんだけど。いつの間にか木曜だね。びっくり。名探偵コナンの映画が見たくてしょうがないと東京リベンジャーズの。なんかコナン、なんか今回のコナンなんか結構賛否両論みたいな感じなんでしょ。いや、なんて言ったっけ今。あ、あれね、コナンの映画ね。なんかネタバレしたんじゃないの、公式ツイッターが。コナン、違うっけ。
それからなぎちゃんの今日更新されたツイッターが可愛いんだけど、くすぐったい、ウニ棒が来た。ウニ棒、ウニ棒どうした？ねえ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 、なんで噛むの？ねえねえ、なんで噛むの？そうやっておもちゃじゃないんですけど、遊びたいんだよね、たぶん。ふうふうふう。やばい、目回る。ウニ棒、ウニ棒、ウニ棒、ウニ棒遊ぶと噛んでくる。いや、こんなん全くわかんないんだよね。ちゃんマジかわいい。なんかガサガサしてる。いや、アサルトリリー見に行った時のナギちゃんマジかわいかった。サムとしてる。パワー。ね、ウニ棒元気だね。配信終わったらウニ棒と遊んであげよう。
このアナウンサーかわいい。フジテレビの今ニュースやってるアナウンサー、こんな顔で生まれたらもう勝ち組ですね。上の絆創膏どうした？これ縦やってる時に怪我した。何？ねえ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 、なんで噛むわけってばだから。足はおもちゃだと思ってんな。おい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 、鬼から逃げてきました。可愛くない？フジテレビのアナウンサーの方。無理だね、めっちゃ眠いんだよね。さっさと部屋の片付けして台本読んで寝よう。ねえ、何？なんか喋ることあったかな。全然喋ってないキャリア。
なんか面白い話じゃないかな。まあ、リラの足見つけたな、おい。リラの足見つけてさ、ちょっと掴もうとしてるんでしょう。どこ行った。遊びたいんだと思う、多分。だから今なんか服全部捨てたいぐらい断捨離したい。なんか引っ越しの時断捨離したんだけど、そんなはしてない。なんかさ、服いっぱい持ってるけどさ、結局着る服同じ服なんだよね。ずっと同じ。全部食べちゃった。後輩とか仲いい後輩いないな。どこ行った？うまい、ついてきた。ね、リラの服結構奇抜なもの多いかな。奇抜なものっていうか、変な、なんていうの、なんか結構シンプルじゃなくて柄物が好きなんで、私は。
なんだろうね。私の服をもらって喜ぶ人いるのかな。にゃに、にゃんですか。足噛みに来たんでしょう。ダメだよ。メルカリとかも一緒だっけ。マジで向いてないかな。遊ぼうなよに。檻に入れちゃった。檻に入ってくれたから。本当なんかね、夏服持ってないんだよね、あんまり。なんか去年めっちゃ断捨離して夏服夏じゃん。もうなんか夏服買わないとなってすごい思ってます。てか本当に今超服買いに行きたい。もう付け払いとかやめたの。もうとっくのとうにやめた、付け払いとか。付け払いね、払い忘れしちゃう。付け払い調子乗っちゃうからねなんか大丈夫かとか思って、付け払いはもうやってないね。去年買ったの残ってるよ。残ってるけど、残ってるけどって感じ。去年買ったのは、まあ、着るとしても、だからつけってね、要は借金だもんね。いやあるんだけど、なんか自分がなんだろう、気に入る夏服がないというか、なんか着たいなって思うなんか夏服があんまりない。なんかもう暑くなって、今日とかだって割とさ、夕方暑くなかった。割と暑かった気がする。もうだからそろそろ暑くなってくんじゃない。でもなんかさ、夏がさ終わると考えたらさ、嫌かもしれない。夏が終わるのも終わるで、なんかロンTとか長袖とか着れなくなるって考えると嫌だな。付けは借金ではなく後払いでは。でもね、一応借金だよね、付け払いって。分かんない、一応付け払いって借金だと思ってる。お金借りてる。なんで金欠とかの人がさ付け払いするじゃん。金欠じゃなくてお金あったら。ウニー
回落ち着いてほしい一回落ち着いてほしい。ウニ、自分のロッティは自分の名前書いてるから外では着ないかな。家の中では着るけど。兄さんの、そう、暴れん坊将軍なのよこの人。人じゃないけど。なぎちゃんの生誕パーカーを着るなぎあにゃ立場、かわいい、かわいいじゃない。なぎちゃんのお兄ちゃんいいな、いいなとは、いいな、お兄ちゃん欲しかったな。お兄ちゃんかお姉ちゃん欲しかった。ちゃんとかお姉ちゃんとかいたらさ、なんか困ったこととかあったらさ、相談とかさしたらさ、いい案、なんかいい回答が返ってきたりするじゃん。でもお兄ちゃんよりもお姉ちゃんが欲しかったかも。お姉ちゃんいる人結構羨ましいなと思う、見てて。なんか私出かけるとか好きだから、けどなんか出かける人あんまなんか気軽に誘えないから、お姉ちゃんとかいたらなんかこういっぱい出かけに誘えられたのかなと思って。いますね。年の近いお姉ちゃん、エリル結構お姉ちゃん欲しいなって思うけどな。やばい、ショールーム終わったら何もせずに寝てしまいそう。それだけは回避したいところだが。そろそろ終わろっかな。ゆうちゃんはあんまお姉ちゃん感はないかなあんまないかな、お姉ちゃんっぽいなっては。
なんかゆうちゃんの頼れる一面も知ってるけど、なんかゆうちゃんの子供の面も見える、なんか知ってるから、なんかお姉ちゃんって感じじゃない。ね、ゆうちゃんはなんか尽くし癖、貢ぎ癖嘘なんか尽くす癖があるから、でもなんか長女っぽい感じはするけどね。ゆうちゃんの人すぐごちそうするからね。無理してないかね、心配になりますよね。愛はあるんか？あんたそこに愛はあるんかい？あるよ。あこむ。私の心のついてよ。てかさ、上野のさ、上野にさ、アブアブっていうさ、なんかあの丸いみたいなさ、なんか建物があるんだけどさ、なんかそれが閉店するって聞いてさ、結構悲しい。閉店っていうかなくなるって聞いて、私そこのアブアブってところをよく服買いに行ってたりしてたんですよ。アブアブなくなるんだと思って、ちょっと寂しいですね。なんか建物の老朽化か何かでなくなるらしい。来年の6月なの？今年の6月かと思ってた。あ、まだまだじゃん。なんだなんだとか言って、そうなんだ。
なんだなんだ、新しいの、新しい建物できるかな。ねえ、夏はあぶあぶで、あぶあぶで、なんか買おうかな。LINE 登録すると 15% だっけ。そうなの、それは分からない。それ終わろうかな。みんなも明日お仕事でしょ。25% とか絶対嘘でしょ。なんでそんな嘘さ言うの。でも今日はちょっとお部屋を片付けたい。今から仕事するの？なんかもう寝不足なの今。寝不足でなんか最近マジで寝れなくて、寝れなくて今とうとう寝不足になってしまった。なんかね、眠いのにね、一回目覚めたら寝れなくなっちゃうんだよね。前も言った気がすると思うけど、だからさ、一回何かで起きるとさ、ほんと寝れなくてさ、でさ、寝不足のまんまさ現場行ってさ、で眠いじゃん、で帰ってきても眠いからちょっと昼寝つって寝るじゃん、で起きるじゃん、寝れなくなるじゃん。もうひたすらこれの繰り返しをしてるわけですよ。そう、最近マジで全然寝れない。ねえ、ウニウニは毎日センスは気持ちよさそうに寝てるよね。そうなの、だからさ、今すっごい眠いんだけどさ、今寝たらさ多分絶対起きちゃうからさ、変な時間に。ソファーでどうせ寝るから、寝るとしたら、だから寝たくないんだよね。そう、もう最近も稽古で、でも稽古場で眠すぎてめっちゃ我慢したけど、じゃなんかね、最近ソファーで寝ると起きるの。ウニは15時間ぐらい寝てんじゃない。トイレで寝てるし今。
今日から AKB の新番組始まる。そうなんだ。なんかね、ソファーなんかふかふかすぎて痛くなる。逆に柔らかすぎて、いやなんか柔らか、もうマッサージとは行きたい。今起きてるわ。起きてましたお兄さん。なんかね、柔らかすぎて眠くなるんだよね。ねえ、もうさ、何してんのあんた。おい、寝た。枕ないと寝れない人どんくらいいるんだろう。自分枕ないと寝れないよって人。ランリーもそろそろ終わります。来てるわ。ではランキングを見ます。13位カネッチさん、あ、間違えた。13位ミクノバさん、ありがとうございます。で12位がフックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位が友和さん、ありがとうございます。そして10位が陽次郎さん、ありがとうございます。そして9位がキングスさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして7位がねー、うんちに頭突っ込まないでよ。7位がグアポさん、アトマーク群馬ニア、ありがとうございます。そして6位がおいちゃん、ありがとうございます。そして5位がサクサクさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がクロケンさん、ありがとうございます。そして1位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでランリーはもうねむねむ子なんで、この辺でドローンしたいと思います。それでは今日も皆さん見てくれてありがとうございました。この辺でおやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。